Hi, what's up everyone? It's Aki Takagi from Assist English Room. 皆さん、こんにちは。アシストイングリッシュルームの高木です。今日の単語は、hoard。hoard。まず意味からいきましょう。hoard。この単語の意味は、買いだめをする、あるいは買いだめをすること。また、物をため込むとか、ため込むこと。これを表します。発音は、hoard。hoard。おと伸ばしてください。hoard。まあ、アメリカ発音ですね。hoard。これで大丈夫です。決して hoard のようにはなりませんのでご注意ください。例文を見てみましょう。Many families hoarded food during the strike. Many families hoarded food during the strike. Many families hoarded food during the strike. まず意味は、ストライク期間中多くの家庭が食べ物を買い込みましたということです。さあ、一つ目の注意点。私の家族という時に、家族のメンバーは複数人いるという場合に、思わず families と言いそうですけれども、例えば5人なら5人の家族としましょうか。5人で1家族なので、自分のその一家族だけを表すのであれば my family のように単数の形で大丈夫です。この例文では何家族も表していますので families としています。many families ですね。動詞は hoard の過去形の hoarded、hoarded です。さて次、何をホールドしたのかというと、food。あれ、food もたくさんあるから、foods じゃないのと思うかもしれません。食べ物をですね、集合的に表すときは、food という単数の形で大丈夫です。例えば、家にたくさん食材あるよというのならば、we have a lot of food。we have a lot of food。つまり、お野菜やらお肉やらパスタソースなどなどこう食べられるものをまとめて食べ物と言っているんですね。なのでそういう時は1の定義がないですよね。1のアフードの定義もないということはフーズにもできないわけです。さらに理解を深めようとするとちょっと次のお話をしたいんですけれども、このエリアでは食べ物や飲み物は禁止ですと言いたいときはですね、No food or drink in this area のように表記されていることが多いです。Food の数が議論の中心ではないですよね。Food というもの自体がダメなんです。それがスナック菓子であろうが、チョコレートであろうが、屋台のホットドッグだろうが、ダメなんです。食べ物というものは。なので、No food となっています。ドリンクも同様に drink という単数の形にしているのは、ここは数が議論ではなく drink というもの自体がダメなんです。なので no food or drink となっています。次がですね、一方 foods のように複数形の形が存在しないわけではないんです。食材の数をいくつもあるいはいくつかあるというように複数のサウンドを出したいときに使うのが一般的と考えてみましょう。例えば I love his store. They sell so many foods from many different countries. I love his store. 私彼のお店大好き。なぜかというと They sell so many foods. たくさんの食材を売っている。いろいろな foods。ここは数、すなわち種類ですね。これが議論なんです。議論の中心にあるんです。From many different countries。わかりやすく、いろんな国々からのということで、皆さんの頭の中で、いろいろとこう異なる食材っていうのを頭でイメージしてみてください。こういう食材の種類なんかにフォーカスを当てたいときは、foods としていただければと思います。さて最後です。During。During というのは何々の間という期間を表すときに使います。これは前置詞ですので、前置詞ということは後ろに名詞を持っていきますね。例えば、during the class、授業中。during the concert、コンサート中。あるいは、during the first few years とか、最初の数年間
こんな感じで使います。Repeat after me しておきましょう。Many families hoarded food during the strike. 投資で Many families hoarded food during the strike. All right, that's all for today. Thank you so much for listening. I'll talk to you soon. Bye-bye. Hoard のその2です。Hoard, hoard. さて、今日の例文はこれです。Sophie kept her own secret hoard of chocolate in her desk. Sophie kept her own secret hoard of chocolate in her desk. Sophie は机の中にチョコレートを溜め込んで隠し持っていました。まあ、このような訳にしてみましたが、少し細かく見ていきましょう。Sophie はキープしていました。keep の過去形は kept、kept という単語です。次にですね、her own secret とあります。この own、なかなか苦手意識が拭えない方も多いんですけれども、この own というのは、まあ、her などと共に使われる場合、この her を強調して使っているだけのことなので、強調の単語というのは言ってみれば、分かりにくくなってしまうのであれば、それを削除しちゃってね、考えていただければいいんです。すなわち、her secret でしたら多分分かりやすいと思うんです。彼女のっていうのは、この日本語だとこうのを強めて言うことで、他の誰でもない彼女自身のという感じを表しますよね。これと同じ効果を表せると思ってみてください。もうちょっとわかりやすく例文をいくつか見てみましょう。最初の例。You can bring your own wine. You can bring your own wine. まあ、シチュエーションとして、レストランでの出来事だとちょっと考えていただいて、あ、ご自身のワインの持ち込みは可能ですよ。というような一言と考えてみましょう。この wine というものが your wine なわけですが、お店のものでもない、他の誰でもない、あなたご自身のワインを持ち込んでいただくことができますよと言ってるんですね。your wine。強調して your own wine。Okay? The next example. It was her own idea. It was her own idea. それは彼女の考えでした。もちろん her idea で通じるわけですよね。文法的にも問題はありません。が、it was her idea なんですが、他の誰でもない彼女ご自身の考えであるという強調感を出すことができます。では元の文に戻ってみましょう。Sophie kept her own secret hoard。ここまで行きましたね。でも、ここで her own secret hoard では何を隠し込んでいるのかわかりませんから、of chocolate というふうに hoard の内容を表してあげましょう。hoard of chocolate。で、最後にどこに隠し持っているかの場所の説明もしようかということで in her desk。in her desk。さあ、通しで repeat after me しておきましょう。Sophie kept ここまで。her own secret hoard.of chocolate in her desk. 投資で Sophie kept her own secret hoard of chocolate in her desk. Alright, it was a very quick lesson today, but I hope you enjoyed it. Thank you so much for listening and I'll talk to you very soon. Bye-bye!